はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋由美智です。仮面ライダーセイバー、第9章、過去9話ですね。の感想動画でございますと。まあ、ざっくり言うと、なんか、今まで変身できなかった方が変身したっていう感じですね。さん的にワオと思っちゃう。いや、今後の展開が楽しみになっていきますということで、挨拶はこれにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。